はい、今日はですね、靴紐のほどけにくい結び方っていうのを、やってみようと思います。登山靴、丸紐が多いのでほどけるっていうのは皆さんお悩みじゃないかなと思うんですけれども、このようにしてみてください。フックには上から回す形で紐をかけてください。そうすると上の紐が下の紐を押さえる形になるので緩みにくくなります。で、次結び目なんですけれども、通常1回結んでここで蝶結び作ると思うんですけれども、これを1回、2回通してください。で、ギュッと締めていただいて、で、ここで作る蝶結び、ここでギュッと結んでっていうのが普通だと思うんですけれども、で作った蝶のこの羽をもう1回通します。で、絞っていただければ、これでかなりほどけにくい蝶結びにこの時点でなってます。あとは指入れていただいて縦方向にギュッと引っ張っていただくと、ここ結び目がカチカチになってなおむすとほどけにくくなります。で、絶対にほどけたくないっていう方はこの全体紐を1回さらに結んでしまいます。そうすると絶対に解けなくなります。以上です。